ますか。じゃあ、はいはい、あ、じゃあ小所長、はい、小所長、すいません、おはようございます。すいません、今日本当はコバルトラインに行くつもりだったんですけどクラッチが滑ってダメでした、ダメでした ね。ダメなんで、いつものいつも の, いつものそうね、じゃあ、うん、今日この山でクラッチ交換についてお聞きしたい、はいはい、まず素人でもできるかどうか。素人でもやる気になれば、やる気になれば、下に入れれば、うん、痩せれば痩せるか、車を高く上げるか、うん、あ、これじゃすみません、じゃあ、はいはい、上から、上がこれ、あそこの見えるかな、このボルト、あ、ちゃちゃちゃ、ここ、ここ、はいはいはい、で、もうそっち側にももう一個あるんです。上はこうあって、うん、で、そっち側にも同じ、ただちょっとね、力が多分見えないじゃない。え、これ見えないの、手入るんですか。ここから手突っ込んでやってます。こっちから、ちなみに何本ぐらいの。2本、上は2本、上2本、うん、あ、これ、うん、これと、うん、そっちの、そっちにも同じようなのが、同じやつが上じゃん。今こうですよね。そうそうそう。ああ。上に本ある。上に本。あれ、セルモーターも外すの？あとセルモーターも上と下と外して。うん。そうですね。これセルモーターって交換したことないんですけど、うん、これ外すじゃないですか。ボルト？ボルト外すじゃないですか。うん、そのまま。そのままつければいい。スライドして。え、こっち車が車両なんだ、エンジン側の方に、ああ、うん、ボロンってなんないように置ける。組み付けるときはそのまま、そのままとポンってポンと、なんかこう面取りみたいな、面出しみたいな、ないないないですね。うん、ああ、じゃあこれ外して、もうあの決まったとこにしか入んないんで。ああ、そういうことですか、うんうん、ああ、そういうことね。あ、決まったとこ、あの決まった位置でしか入んないんで、うん。じゃあ、あとは下かわすか。下何本ですか。下ね、この大きいボルトがもう2つあって、うん、横にあって、はい、あとここか、ここに2本ずつあるのか、うん、ミッションの、うん、なんだろうな、見えるかな、こいつは。あ、見えねえんだな、うん、下が。そういうこと、うん、だから1、2、3、4、5、6、7、8本、全部で8本、上2本の下6本、上17が19ってこと、あれと同じボルトが横、うん、横セルの、あ、これ回らないとかってないですか。ないですね、回りますね。何です、うん、まあ、ちょっとまあ一回外したことがあるんであればそんな形もない。ああ、まあね、うん、うん、外してますね、ええ、うん、あれミッションオイルね、これ抜いた方がいいですね。出てくる、抜いた方がいいかもしれないです。プロペラこの前交換した、うん、抜くとも出てきますんで、ああ、プロペラ抜くとね、うん、後ろから出てきますんで、プロペラ抜くと、あれ簡単に言いましたけど、あれですね後ろのミッ、あ、デフのフランジ、うん、フランジの4本外して、あとセンターベアリングの、うん、外して、もう外して、あとツポンって抜けるので、ああ、そんな簡単に抜けちゃいます。抜けちゃいます、抜けちゃいます、うん、あ、で、デフと、デフのどこのフランジのところは、うん、ちゃんとマーキングしてください、うん、ああ、いやこの位置でじゃないと、あとブルブルブルってなるんですか、うん、そうですね、やっぱりあ、外します、外します、まあ、仮に外したとして、外して、あと中、シフト、ああ、シフトね、うん、シフトレバー、大丈夫です、シフトは、うん、あとは、バックスイッチがついてるんで、あ、バックスイッチ、バックスイッチの線を2本外して、はい、あとあのミッションのマウントですか、ミッションのマウント、ステイっていうか、あのミッションを支えてるステイがあるんで、うん、それを4本外して、ミッションマウント外して、うん、ミッションマウントでも外して、ミッションマウントと、あとブラケットですか、ブラケット、うん、あれはブラケットの方から外すんですよ、ブラケット写真側から外すんですよ、うん、うん、そうですね。ちなみにそれ外しちゃうと、うん、降りてきますね。もう降ります。ちょっと、うん、あとはこう、うん、折ってやって。でも、あ、それボルト緩めた段階では落ちてこないの？うん。落ちてこない。うん。ノックピンあって、それにはまってるんで、うん、そっからあと、割ってあげれば。
ガコンとしますね。まあ、仮に下ろしたとして、うん、クラッチが、クラッチってエンジン側についてるんですよね。そうですね。フライホイールの方に。フライホイールの方に。あれはボルトで止まってボルトで止まってます。8本かな。それ外しちゃっていいんですか？じゃあ外して。外していいです。カバーを外して、はい。あとディスクはフリーになってるんで、ポロンと一緒に取れてきます。はい、ああ、うん。フライホイールに止まってるボルト外して、うん、カバーとディスク。うん、外してで新しいの付け替えです。ああ、うん、簡単になったぜ。でさっき言ったセンター出しっていうのは、センター出しは今後使えばいいんでしょう、簡単なんでしょうけど、ええ、持ってないんで、ええ、ドライバーを突っ込んであげて、うん、まあ自分の目で見てセンターこの辺かなっていうのを出してあげれば。ああ、うん、仕事でできますか。まあバラして構造を見れば分かると思うんですけど、あ、こういうこと言ってんだなっていうのが分かると思うんですけど、ごめんなさい、素人考えたのメンズラのシャフトとかいるのかなっていうSST がいるのかなと思ったんですけど、まあ、まあ、あれば使ってもいいですかね、簡単ですかね、なくてもできます。目で見て、うん、中のパイロットベアリングと、うん、ディスクのあのスプライン嫌ってる穴がちょうどこう、真ん中、うん、センターをが出れば、インプットシャフトは入るんで、まあ、いずれそれ合ってないと入れないってことですね。そうです、そうです。どっちみちね、うん、ミッションはね、うん、その時はもう一回外して。なるほど。言葉にすると簡単なんですけど、実際は実際はそうですね。実際はパイロットはですね、パイロットもレリーズも交換した方がいいですね。やった方がいいと思います。ホークも、ホークはいいの？ホークのミッションのあのピボットにこう入ってるんですけど、ええ、バネが広がって緩くなっちゃうんですよ、はい、あのフォークがガタガタ言うんで、はい、フォークも部品がまだ出るんで、交換した方がいいですよ。フォークと、フォーク、レディーズ、パイロット、パイロットとレディーズシリンダーもやっちゃいますか、ね、まあやって、まあ、まあまあまあ、あ外ではないんで、うん、それは後でもいいと思います。後でもいいと思います。というですね、せっかく本当は今頃ルンルンで、そうですね、天気バッチリですよね。そうそう、海眺めてる頃ですが天気バッチリなのに、あのすいません、本当に朝からお誘いしたのにもかかわらず大丈夫です、というここまで聞いてやらないかもしれないとまあどうですかね、正直ね、まあできないことはない。できないことはない。できない。まあ、チャレンジ系ですね、またね。そうですね。またチャレンジ系ね。まあ、最悪ね。まあ、何があれば手伝いますんで。あまあ、多分ね、呼ぶと思う。私もね、それに合わせて。現場監督で指さす。あれでしょ、結構厳しいんです。そうそう、違うほぼ仕事のような、まああとやってみてです。まああと本当あれですよね、車上げるにしても、ジャッキの限度があるんですよね。そうですね、馬は高くなるんでしょうけど、うん、あの多分俺の手持ちのジャッキだと、あきついかもしれない。手でタイヤ一本ですよね。うん。あのこれは工場長やってて、タイヤ、そうですね、挟んでるじゃないですか。はいはい。多分あれまで上がったらいい方ですよね。そこか。でもあのスペースでも外れるってことですね。うん、外れます。外しました。外しました。まあ今度あんま高くしちゃうと今度あの入れたりする時が大変な。ああ逆に、ね。逆に。うん。そうですよね。別にミッションジャッキがあるわけじゃなくて。うん、手で上げるってことですね。そうですね。汗だくになりながら上げるしかないんです。あの果たして交互期待ですね。作業できるかどうか。やんなきゃないですね。やんなきゃない。やんなきゃないですか。うん、やんなきゃないんです。自分の車なんで。自分の車なんで。うん、ああ、ちょっと今厳しい一面が見えましたね。ちょっと、ね。自分の車は自分でやんなきゃない。まああと。ヘルプで、はい、お願いしたわかりました。というクラッチが
ダメになって、コバルトラインに行けなかったという動画でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。